進化書店は、中華人民共和国の国内での出版物を配給、販売する国営の書店。中国共産党中央宣伝部、中国出版集団に属す。両寧商大連の進化書店は9階建てのビルにあり、地下では、CD、DVD、コンピューターソフトウェアも、販売1937年4月24日に、延安の清涼山で設立された。 光化書店が前身国営の書店であり、なおかつ、公営、市営の販売機関を調整する指導部署でもあった。新化書店の名称が用いられるようになったのは、1942年5月1日からで、ある。当初の活動は、解放者の出版物、共産党の機関紙、解放日報の販売が主であった。1948年には、 現在の新華書店の毛筆ロゴが毛沢東主席の筆で書かれている。1951年8月、第1回全国出版行政会議が開かれ、新華書店は人民出版社、新華書店、新海印刷省の3社に分割された。総店は北京市最上区の置かれ、各省、各自地区の中心都市に分店が置かれた。また、株組織として、 小売店としての門支部が設置された。店舗の上層階には外国人立ち入り禁止のフロアがあり、国営書店にもかかわらず、日米王から無断コピーしたらしき、各種辞書や辞典などを大量に販売していた。2003年、出版会の大合同と民営化が行われ、中国出版集団が設立されて、新華書店は現在この集団に属している。 2006年の時点で全国の文典は1万4000に及ぶ。また、香港には、新華書城、マカオには多摩、新都書公士という子会社がある。中国の大都市では、新華書店の外文書店もあり、外国語学習用の書籍、CD などを売っている。外国からの書籍は値段が高いので、また、外国の雑誌は主に政治的な配慮で国内では、 販売されていない。さらに最近、進化書店の各章出版集団がその章及び、隣接の章に進化書店とは別の販売チャンネルの設立を開始している。例えば、遼寧省の北方図書場、石膏省の広志子書状などで高級志向にしたりなどしている。ありがとうございます。